2012ジュビロ磐田新体制記者会見を行います。個人としてもチームとしても結果を出すことしか考えていません。そのために、しっかり毎日やっていきたいと思います。よろしくお願いします。期限付き移籍という形ではありますが、一日でも早くジュビロ磐田というの一員になれるように、日々練習から取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。早くチームの環境に慣れて試合に出れるように頑張りますので、よろしくお願いします。백활자센터에서온조병국입니다。하루빨리팀에적응해서좋은모습보일수있도록열심히하겠습니다。まずはじめに、サッカーを続ける環境を作っていただいたジュビロ磐田の関係者に感謝しています。一日でも早くチームに溶け込み、本当にファンの方に応援される選手になっていきたいと思っています。目標は開幕出ることなんですけど、本当に1年間として安定感を持ったプレーをしていきたいと思ってます。私自身、移籍というものは初めての経験で、難しい決断ではありましたが、このジュビロ磐田という素晴らしいチームにでチャレンジさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。小さい頃から憧れていたクラブで、目標だったプロ選手になることができて本当に嬉しく思います。常に感謝の気持ちと謙虚さで思って、多くの人に信頼され愛されるような将来はジュビロのディフェンスリーダーになりたいと思います。よろしくお願いします。歴史あるジュビロというチームで、やれることを誇りに思っています。ベストを尽くして、若手に負けずに、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。